よし、じゃあサンシャインで買ってきたねこの宇宙食をちょっとうちの子供がね試食していきます。どうぞ開封してください。はいはい。あ、小分けになってんのねそれ。これだけで。それだけ、うん、え、これ1個しか入ってないの？そうじゃない。じゃあちょっと開けていって。うわ、何これ、何これ、なんかこれつまんで口に入れるんじゃない？多分カレーのやつみたいだね。うん、カレー粉みたい。うん、どう？おいしい。おいしい。うん、どんな感じ？なんか、うん、粉ミルクを固めたようなものだけど。え、粉ミルク？なんか甘いの、バニラアイスなの。バニラアイス？バニラアイスなんだけど、うん、粉っぽい。うん、バニラアイスを固めてるの。ちょっとじゃあパパも食ってみるか一個、うん、これ。うわ、すごいねこれ。おいしい。何もあげて、乾物みたい。うん、ママちゃんにもあげてみ。じゃあちょっと食べてみます。ママの味のミルキー、うん、あ、ミルキーか。ミルキーの味だよ。ミルキーの味だね、うん、確かに味はかなりバニラが再現されてる、うん、これ確かにバニラアイスだねこれ。ただし、うん、バニラアイスのその食感自体がもう存在してないから、うん、食感じゃなくて味だけを味わってる感じが、ね、なんかやっぱ美味しい。うん、美味しい。美味しい美味しいんだけど、うん、歯にくっつく。くっつくよねこれ、うん、すごい、なんかすごい特殊。これ今回バニラアイスだけだったけど、うん、他のも試したいねこれ。たこ焼きとかなんかあったじゃない。うん、ほら売ってるじゃん。あ、もうちょい買ってくればよかったねこれ。これか、この味に近いって今うちの奥さんが言ってます。確かにそうかもしれないな。粉ミルク、うん、粉ミルク、うん、粉ミルク。本日も大東ステーションに家族で来てます。まあ、今回はね UFO キャッチャーではなくて、まあ、うちの子がね挨拶をやりたいっていうんでそれでやってきました。あ、 UFO キャッチャーはこの前ね結構いろいろ見たし撮ったし、まあ、お金も使ったからまあもういいでしょうさすがに。電車でもう筐体がすごいよねこれ。どうだった？難しかった？またやってみる。じゃあママちゃんがトライするらしいので取れるかな。あー、取れた。取れた取れた、すげえ。また取りよった。うわー、すごい取れた。また来よった。OK。 やったね。100円で2回くれ。うまい。じゃあ今日は昨日紹介したねこのパンチェッタを使ってポトフにしていきます。じゃあ早速開けてきますかね。これも昨日のささみと一緒でちょっとパリパリになってる感じかな。おー、すごい、かなり水分が抜けて硬いな。で、まあ味としてはね、塩コショウ、あとハーブをたっぷりつけて香りをつけてるんですけど、最初の1日目はもう塩にまぶしちゃって水分をいっぱい出すようにしました。で、それからね少しだけ拭いて、まあ、ハーブと、塩コショウかけて、もう一回塩コショウかけてピチッとにねくるんでおります。まあ、元を考えるとこれおそらく厚みを考えると 15% ぐらい縮んでるような感じですかね。まあ、あんま良くないんだけど今少しだけ食べたらね、うん、なんだろう、生ハムって感じ。ちょっと塩足んなかったかな。もうちょっとね、うん、しょっぱくしといてよかったような気がする。
まあ、ポトフにするんで、これはもうこんな感じでね、ブロックで切っちゃって、今から圧力かけていきます。あ、圧力かける前にね、先にちょっと軽く炒めて、まあ、風味を出してから圧力ですかね。じゃあ肉は圧力かけ終わっちゃう。肉はね、圧力かけ終わったので、今度は野菜入れてきます。よいしょ、入れてきますかね。落ちるなよ、落ちるなよ。よいしょ。ベースの味付けはね、もうコンソメだけ入れておきます。塩分の調整は最後にしないとね、取り返しがつかなくなっちゃうので、最後仕上げにね、塩を入れたりします。で、胡椒もね、同じで、まあ、最初に入れてもいいんだけど、パンチが効かなくなるのでね、このその最後のね、仕上げに細かいね、味付けをするので、まあ野菜煮込むときはね、コンソメのみで OK じゃないかな。よし。で、肉だけ取り出したので、これ早速食べてみます。あー、これめっちゃうまい。すんごい肉が柔らかい。で、肉が柔らかいのと、なんだろう、塩分がね、やっぱ中にずーっと入ってたので、その旨味がね、凝縮してます。これ最初買った時ね、まあ、角煮を作るような肉だったんですけど、これスープでね、圧力鍋で、まあ、圧力かけて柔らかくすれば、もうそのまんま食べられます。すごい、めっちゃうまい。頑張れ。本気出してる。片付けに。まあ、なんか改造したいよね、ちょっとね。ここに、うん。なんかぶら下げるの作ってほしい。ごちゃごちゃしてるよね、これ。なんか DIY してしまう棚があれば、もうちょっとね、この机に座って勉強しようっていう気にはなるよね。わあ、すげえ、綺麗になった。なんで DS がここに落ちてんだ。落ちてるっていうか、なんでここに置いてんだ。すげえ、あんだけ汚かったのがね、綺麗になったね。今までここにね、パソコンを置いてたんですけど、あの、もうここね、本棚を置いて、今、まあ、辞典とかね、すぐ取り出せれるものを置きたいっていうので、ここにセットしました。で、一方で、まあ、これ今、僕が使ってるライゼンのマシンなんですけど、そのね、一個前のマシンがここにやってきました。子供のね、机のところに置いてた PC がね、そのままこっちに置かれたので、で、まあ何も接続してないけど、そうだな、ゲーム用にするか、配信用になんかカスタマイズするか、ちょっと検討しようかな。ねえ、これ残しといてあげたいね。なんかめっちゃかわいいじゃん。すごくいいじゃん、これミニオン。かわいい、かわいいじゃん。よく頑張って描いたね。ぬいぐるみ見て描いたの。え、捨ててこう。